皆様ごきげんよう。9月のルックブック行ってみましょう。はい、まず私の1コーデ目がカチューシャに挑戦したコーデです。私あんまりねファッションに小物を入れないんですよ。カチューシャにこういうワンピースだと子供っぽくなってしまうので、やっぱり9月ぐらいになってくるとジャケットいけるかなと思ったので、ブラウンのジャケットで少し大人っぽさ出してみました。イエーイ。はい、ということで続いては秋のバーベキューコーデです。もう全身プチプラで油が飛んでも大丈夫というコーデにしております。トップスボトムスがユニクロですね。カバンと靴は GU です。でこれで、ね、ウエスト調節できるから、もう食べ過ぎたらすぐ緩めて、もうどんどん入るよ、どんどん食べられるよっていうパンツになっております。でちょっと色もね秋っぽくていいかなと思って、秋のバーベキューということにしました。3日目のコーデです。3日目は母と買い物に行くコーデです。このミラーオーベンのワンピースはサテン生地で、誰でも可愛く着こなせると思います。かちまりちゃんからもらったこの黒のカバンがすごくお気に入りで、ポイントとして使ってます。アクセントになるね黒は。ジャケットを着ても可愛いし、カーディガンを羽織っても可愛いと思います。ブラウンブラウンコーデって私すごく大好きで、秋はよくしちゃう。キャスケットをかぶると大人っぽいコーデになるのかな。可愛いよねキャスケット。はい、続きまして大学の授業へ行くコーデ。まあもう大学生じゃないんですけど、ちょっとカジュアルなんだけどもおしゃれ要素詰め込みましたみたいな。でトップスのね丈がすごく短いので、骨格もしっかり意識しておしゃれ大学生ピースみたいな感じで、ちょっと周りからもえそのトップスどこのなんて聞かれたらいいな。続いてがですね、インスタの DM でテーマ募集をしたところ、お母さんコーデママさんコーデをしてくださいっていう風に言っていただいたので、ちょっとお子さんがいる方にもおすすめなコーデになっております。楽ちんなスウェットワンピースにスニーカーで、ちょっと帽子かぶって日焼け対策してお子さんと一緒に公園なんかに遊びに行くコーデとしていかがでしょうか。次は6日目のコーデです。プロポーションのこのトップスが意外と首回りが空きすぎてないので、インナーをあまり選ばないです。ブラヒモもそんなに気にしなくても見えないので、ね、思った以上に着やすかったですね。でスリットが入ってるので、ね、デニムも重くなりすぎず、アイラインがすごく綺麗なんですよ。ザ・友達とランチっていうコーデになりました。さあさあ続きまして、大人な男性とディナーなのでちょい背伸びコーデです。どうでしょう、珍しい田崎だと思います。ワントーンコーデってやつですね。で髪の毛はゆるーくポニーテールにすることで大人感出てるんじゃないでしょうか。大人な男性とディナーですのでね。続いてが年上彼氏と恵比寿にかき氷を食べに行く日です。まあデートでねたくさん歩くと思うので、ペタンコ靴で、なぜかヘアゴムは輪ゴムになっております。ダサポイント1です。彼氏とデート行くのに輪ゴムで髪の毛結ばないようにしてくださいね。ぜひ可愛いヘアクリップとかぜひ使ってください。次は妹ちゃんとお出かけ遊ぶ日のコーデです。妹ちゃんが3つ下でまだ若いので、私もちょっと若くありたいと思ってショートパンツなんて履いちゃってます。でもやっぱりね足を出すときはなんか腕とか隠したいなと思ってジャケットを着ちゃってます。キャスケットとかすごく大好きでよく被るんですけど、いいねやっぱりちょっと大人っぽくなる。はい、そして次がゆりなさんと缶中杯片手に花火をする日。人生について語ってますね。いや本当に東京って家賃高いね、もう大変だよねっていう話をしています。マスタード色のトップスめちゃめちゃ可愛くない？ユニクロで男女兼用なんだけど、 S サイズが下に白いスカート合わせるとなんか夏の残暑でもいけるしなコーデです。トップスユニクロの T シャツを着ておりまして、カーディガンがコムデギャルソンのメンズのやつですね。でボトムス GU で、まあ、カバンは持ってないんですけど、まあ、ちょっと近所の公園で2人でしっぽり花火というコーデにしております。
次はお仕事に行く時のコーデです。私お仕事に行く時は割と荷物が少なめで、あのメイクと髪の毛をしてもらうことが多いので、本当に財布と携帯とエアポッツを持っていくだけっていう感じです。あとはなんかどこに行っても大丈夫なようにロングスカートと、まあ、ロング、まあ、カーディガンだったりとかトップスは長袖とかを選ぶことが多いですね。外れないコーデっていうのをよくお仕事の時はしていきます。さあ続いて、自称お仕事できるバリキャリコーデ。なんかこのやっぱジレを切ると、私はキャリアウーマンになりたくなっちゃうというか、あーすごい指示してますね周りに、あーあんたちょっとそこじゃないそこじゃない、あこの資料向こう入れといて、 ありがとうありがとう、あごめんねごめんねみんな私ちょっと忙しいからさ、あごめんね行かなきゃっていう、自称お仕事できるバリキャリコーデでした。はい、続いて、男性と高級中華店でおデートするわよーのコーデです。もうこのワンピースね、見てこの女性らしいシルエット、このね左足のとこにスリットが入っててね、ちょっとセクシーなんですね。で秋なのでちょっと靴を赤にして秋っぽさを取り入れました。骨格ストレートの方にすごくおすすめの形のワンピースです。これ男性と高級中華店でおデートしたいですね、本当に。あーお願いします。次は家族で食事に行く時のコーデです。ピンクとホワイトでフェミニンにまとめてみました。このトーナルのトップスは今季のもので、前でリボン結びしても可愛いし、後ろで結んでも使えます。なんかね、パンツの時は割とアクセント欲しいなと思って前でリボン結びしてるんですけど、まあ、スカートと合わせる時はフェミニンになりすぎちゃうので、後ろで結んでもいいし、まあ、つけなくてもいいかなって思ったりしますね。白いパンツはね、結構清楚に見せてくれるから、たくさん愛用しております。続いて3人でアウトレットへ行きます。はい、写真撮るよ、ストーリー用の写真、イエイイエイ、いっぱい買うぞ、おみたいな感じですね。私は紺色で綺麗めにまとめてみました。このねプロポーションの紺色のトップスが華奢に見せてくれるというか、首周りのフリフリ感となんかパールがついてるんですけど、華奢で女性らしく見せてくれるんですよね。お気に入り、これも今季のもの。キャンキャン風ポーズを意識しました。こちら、はい、ワンピースがザラですね。GU の靴なんですけど、これ本当に履きやすくて、やっぱアウトレットとかたくさん歩くと思うので、こういう靴がいいかなと思って合わせました。この日はブラウンのセットアップでだいぶ緩めな日ですね、まあ、でも最近こういう綺麗めなセットアップにスニーカーで崩すの流行ってるのでいいんじゃないでしょうか。低めポニーテールハマってます。さあ続いて、中学の同級生と会うから気合い入れすぎちゃったなコーデです。さあどうでしょう、久々にちょっと会おうよってなって、ちょっと、ね、自分やっぱりおしゃれになってる予感出したかったので気合い入れすぎちゃったかなってコーデです。でも黒いワンピースにこの赤いシューズ結構好きですね私。でこのワンピースがまたウエスト細くなってるからおすすめ。続いて、妹に伊勢丹でコスメを買わされる日です。お姉ちゃん頑張ります、妹が欲しいというコスメ買ってあげますいやでもなんか本当にこの日のコーデも結構お気に入りで、デニムのマーメイドスカートって結構珍しいなと思って、形もとても綺麗なのでお気に入りです。ショッピングなのでペタンコ靴を履いて、もう妹が欲しいというもの、お姉ちゃん頑張って買ってあげますよ。これね、はいはい、わかったわかった、買ってあげちゃう、イエイ友達とバーベキューのコーデです。私このコーデ好きすぎてよく着てるんですけど、1枚で完成しちゃうし、カチューシャと合わせても可愛いし、キャスケットと合わせても可愛いっていう、スニーカーにしてカジュアルにしてもいいけど、ヒールを合わせてちょっとお出かけコーデにもできちゃうっていう万能なオールインワン、たくさん着てます。はい、この日は韓国ドラマかぶれな日のコーディネートになっております。皆様お気づきでしょうか。ドラマ分かっていてもの中で
ソンガンさんが着ていたトレーナーの色にめちゃめちゃ似てると思います。これね、ユニクロで好きすぎるあまり同じ色を買ってしまいました。ちなみに靴はちゃんとコンバースです。チョアヘ、なんか韓国語喋ってますね。好きすぎるんですよね。はい、続いてはキム秘書は一体なぜの、あの韓国ドラマのタイトスカートに憧れすぎた日ですね。あのドラマはあの実は見てないんですが、 SNS でちょくちょく見かけるので素敵だなと思ってタイトスカート履きたいなと思って履きました。あんなに綺麗に着こなせませんが、骨格ストレートの方はね、タイトスカートとてもよく似合うので、このディホリックのスカートおすすめです。24日目ショッピングです。悩んでた、黒にするか白にするかで白にしました。ちょっとフェミニンな感じの王道なワンピースにしました。アメリのワンピースは初めて購入したんですけど、形が綺麗でシワになりにくいんですよね。今年流行りのパフスリーブのデザインで可愛い。はい、続いては寝る日です。まあありますよね、一日中寝てる日。まあただやっぱりコンビニにね行きたくなる時ってあると思うんですけど、あまりにもボロボロな服着てるとコンビニにも行けないので、コンビニには行けるぐらいの格好で寝る日ということです。つやすやつやすやってしてたらゆりなさんにめちゃめちゃ起こされてます。おはようございますって言われました。あ、おはようございます、じゃあね。はい、てな感じで続いてフレイ ID 大好きガールズです。もうね、私たちフレイ ID が大好きなんですね。というよりウサギオンラインが大好きなんですね。これ色違いなのよ。ゆりなちゃんがオレンジを持ってて可愛すぎて、私はブルーを、色違いを購入しました。結構ねタイトなデザインでスリットが入ってて綺麗に見せてくれる。パフスリーブも可愛いよね。こちらのワンピース、フレイ ID のものですね。いつ買ったんだろうな、結構前に買ったんですけど、もうなんとも言えないデザイン、可愛くてねお気に入りなんですよ。カバンはカジマリさんのプロデュースブランドロルのものでございます。靴はチャールズ&キースです。この格好を2人であのフレイ ID のお洋服を買いに行ったら店員さんびっくりしますね、多分。あ、フレイ ID 好きなんだなみたいな。はい、そしてこの日はアイカさんと疲労でワンちゃんのお散歩へ、かっこ憧れな日です。やっぱり疲労でワンちゃん連れてお散歩したいよ。でちゃんとね、お散歩だからって言ってスウェットとかじゃなくて、しっかり自分もコーデを決めて疲労の街を歩きたいな。もうこのねロデオのねデニムはね、もうずっと履いてんのよ。4年ぐらい履いてて、もう全然よれないし形が綺麗ですね。全体的にシックな色でまとめてみました。でキャスケットをすることでおしゃれ上級者な感じ出てますでしょうか。はい、そしてこのバッグの中にはワンちゃんのお散歩に必要なねビニールとかお水とかおやつとかビーフジャーキーとかね、そういうの入れときましょう。はい、続いて本当に最初に謝っておきます。この日本当にテーマが決まらなかったです、申し訳ないです。ということでテーマが決まらないのでスキップでごまかす日ということにさせていただきます。こちらのワンピースもですねフレイ ID のものですね。 2,3 年前に購入したんですけど、秋にぴったりのワンピースですね。本当袖の長さといい色といい秋ワンピースです。スキップしてごまかしておりますが、ワンピースはとっても可愛いです。お気に入りのワンピース、はい、スキップということでバイバイ。また10月も見てください。ありがとうございました。